それがすごく大事な、自分にとっても大事な映画だし、できれば人に見てほしい映画になっています。アメリカの大脱走っていうのが好きなんですけど、グレートエスケープが好きで、子供の頃からずっと自分の中で指針になっていたりもします。であとはね、あと3本は実は自分の映画いや本当にその最初に作ったアリーテ姫っていうのに教えられ、支えられて、その後のこう自分が出来上がってきたような気がするんですね。アリーテ姫は想像力っていうのは、取り留めもないことを想像するんじゃなくて、目の前にいる人の心の中をきちんと思いやってあげる想像力だってあるはずだよ。でも一番大事なのは、最初の出発点は目の前にいる人のことを、心の中のことをきちんと想像することだって言うんですよ。自分で書いたセリフなのにびっくりしてしまって、そんなことを自分思っていなかったんです。でもそれが出発点になって次の映画を作ることができて、で次はマイマイシンコと千年の魔法という映画だったんですけど、昨日も小さな映画館で上映してたんですけども、その映画こう他の人に見てほしいっていう、お客さんがね、お客さん自身が他の人に見てほしいって言って、他の人に教えようとして、広げようとしてくれるんです。それがそのアリーテ姫が言ってた想像力となんかすごく近いような気がしてて、だんだんなんかそんなもん、それが一人歩きして、たくさんの人たちの中に広がっていくような気がして、なんかそれがなんかその次の自分の出発点になってるような気がするんですね。でそれから、この世界の片隅にという映画を作りました。この世界の片隅には自分の父親や母親が子供の頃の時代を描いています。自分は体験してないんですけど、僕自身は知らない時代なんだけども、そこに手が届くんだろうか、気持ちが、そういうものを理解することができるんだろうかと思って試したら、自分が知らない世界まできちんと調べたり、きちんと理解しようと思えば届くんだっていうことが分かったわけです。そうやって自分が作ってる映画の題材に、なんか自分は教えられ育てられてきているような気がするわけなんですね。自分の作った映画が、まあ自分が作った映画だから、それぞれを一番深く見てるのかもしれないんですけども、自分の想像力だけ、自分の中にあるものだけで作らなかったっていうことが、そんな風に一つ一つの映画に独立した魂を与えて、そのみんなが僕のことをなんか作り出してくれているような気がするんですね。それがすごく大事な、自分にとっても大事な映画だし、できれば人に見てほしい映画になっています。